総合進学セミナーのカズマです。今日は開成中学校、首都圏の難関校の開成中学校の入試問題から2019年度2番の問題を解説します。立体の切断の問題です。この問題はなかなか難しい問題ですが、非常に面白い問題だと思いますので、ぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。問題はこうです。このような直方体 ABCDEFGH があり、その辺上にこのように PQR が取られています。この3点 PQR を通る平面でこの直方体を切断し、切断した時にできる切り口の図形を X とします。この切り口の X は平面図形ですが、この立体の中に斜めに現れます。この図形 X を前から見ると、前というのはこの AEFB に垂直な方向です。見ると228平方センチメートルの図形に見えます。この図形 X を上から見ると、上というのは ABCD に垂直なこの方向です。見ると面積が266平方センチメートルの図形に見えます。この時次の問いに答えなさい。図形 X は何角形か、そしてこの直方体、横の長さ DC の長さ以外は実は与えられていないので、そのまず括弧2では高さ AE の高さを求めなさいという問題です。そして括弧3は奥行き AD の長さを求めなさいという問題です。この問題を解くにあたって、まずできないといけないことは、もちろん切り口を正確に作図するということです。この点は同じ面上にあるので簡単に結ぶことができますが、こことつなげるためにはこの立体を伸ばす必要があります。そうすると、伸ばした先はこのような、大きな三角形になり、実際の切り口は、この、各点を結んだ、このような形になります。つまり括弧1の答えは、六角形であるということになります。次に、この切り口の図形 X、この六角形を前から見たものと、上から見たものをこのように平面の図形に書き込んでいきます。まず前から見た方は、斜めに見える辺というのはこの辺とこの辺だけです。他の辺は、例えばこの辺はこれと、長方形の辺と重なって見えて、この辺も、長方形の辺と重なって見えます。この辺は、斜めに見えて、同じように、こちらの辺もこのように斜めに見えます。あとはこの辺とこの辺も長方形と重なってこのように見えます。ですから切り口 X を前から見るとこのような六角形に見えるということになります。そしてここの面積が228平方センチメートルとして問題で与えられています。ここは9センチです。そして
切り口のルールとして、向かい合う、辺を取るときは平行になるというルールがあるので、この辺と、この辺は平行になります、ということはこの三角形とこの三角形は相似になるので、相似の比が12と4で3対1なので、9センチに対して3センチということがわかります。こちらで言うとこの部分が3センチということです。同じように上から見た場合を書き込んでいくと、このようになります。図形 X はこの部分になり、この部分の面積が266平方センチメートルとして与えられています。まずこちらの図形で分かることは、ここの面積が 12×9÷2 で54平方センチメートルです。でこちらの面積が 4×3÷2 で6平方センチメートルです。ということは全体の面積が、これで求まるので、これを横の長さの20センチで割ることによって縦の長さを求めることができます。これが 14.4 センチメートル。これが括弧2の答えのこの直方体の高さ。この図形は前から見たこの長方形なので、高さの部分が出たということになります。そして括弧3、この直方体の奥行き、つまりここの長さを求める問題ですが、それにはこの上から見た図が必要です。まずさっきの括弧2で分かった 14.4 センチから、この残った部分は 5.4、 それからここは 11.4 ということがわかります。そしてこの三角形とこの三角形、この三角形とこの三角形が相似であることを利用すると、9対5.4、5対3なので 12×5/3 イコール 7.2、 今ここの長さが 7.2 センチだということが求められました。そして次にこの部分の相似を使うことで、こちら側は 20-4 の16センチなので、この部分の 7.2 対16を使うことで、この部分の比を求めることができます。これが9対20です。つまりここの部分が9対20ということがわかります。それから今度はここの部分の相似を使うと、12対8、3対2なので 9×3/2 で6、つまりここの長さが6ということが求められます。そして今度はちょっと見にくいですが、この部分の相似を使うと6対 11.4 という比が
10対19、この日がこことここの日だということがわかります。つまりこことここの日が、10対19であるということがわかります。そうすると、縦の長さ29丸に対して29四角、全体が揃っているので、これはもう、丸と同じとすることができます。このようにした場合、ここの三角形の面積は10丸 ×8 割る2で40丸、ここの部分の面積はここが16なので 16×20 丸割る2の160丸となります。そしてこの長方形全体は29丸 ×20 で580丸になります。そうすると580丸からこの合わせて200丸を取った380丸が266平方センチメートルの部分ということがわかります。そうすると1丸は 0.7 となるので、求めたいこの長さ29丸、これを計算すると 20.3 センチメートルということがわかります。